川に挟まれた地域で比較的高台にあるといいましょうか、ことでございまして、ここで、防災公園的な公園を整備していきたいと思っております。で、ここで一つツバメらしい取り組みというのはですね、普段は遊具みたいな形で、なっているんですけれど、それがいざ災害が起きた時にはいろんな災害施設になるということでございまして、ちょっと25ページをご覧いただきたいと思います。で、右側にイメージあるんですけれど、通常はあずまやみたいになってますけれど、いざという時になった時にはですね、いろんな救護施設になって目隠しができるとか、いろんなこういった遊具とか設備があります。で、これをプロポーザルコンペ方式によって、お安く整備してくれませんかと。その代わり会社の PR とかその遊具の PR をしていいですよと、ネーミングライツまではいかないんですけれどということで、会社のその防災用具兼遊具的なショールーム的な形で使ってもらっていいから、ここお安く整備しませんかというような手法を取り入れたコンペを、プロポーザルコンペによってこれを整理したいというふうに考えています。それからまた6ページの方に戻っていただいて、下のその吾妻町公園の下でございますけれど、先ほど申しましたように、近年その集中豪雨で非常にこのすごろご地区、新幹線の周辺のですね、地区につきましては、冠水するという被害がございます。これを減少するため、三条市と連携しながら排水路の断面の拡張とか調整池の整備などに取り組んでいきたいというふうに考えております。それから4つ目7ページでございます。これはもう皆さんご案内だと思いますけれど、いろんなイメージアップなり情報発信をするというのにかなり私力を入れてきましたけれど、新年度につきましてはですね、これまでのヤクルトさんとの連携だけではなく、左の下の方を切ってみると、燕市 PR 大使というのをですね、任命していこうということで、一つは当然つば九郎なんですけれど、その他にもですね、ちょっと右側の方に写真がありますので、今私名前は言いませんけれど、こういった方々誰だと分かると思いますけれど、こういった方々あたりをですね、候補に PR 大使として任命してですね、いろんな方、よくある観光大使っていうのあると思いますけど、それの燕市の観光だけじゃなくて、いろんな産業の PR っていうのもありますので、観光大使ではなく燕市 PR 大使という表現でいこうかなと思っております。つば九郎からは、本人にはこの間宮本選手から了解もらったという連絡が来ましたので、ほぼ決まりかなと思っているんですけれど、他にもですね、地元出身の歌手とか音楽家、演奏家、他にもいろんなのがあると思います。あまり、こういうのにっていう限定しないでですね、いろんな情報発信してくださる方にはどんどん大使をお願いして燕市の PR をしていきたいなというふうに考えております。あとはですね、燕市の施策体系に基づいて新規事業なり拡充事業のがぶら下げてありますので、後でまたご覧いただきたいと思いますし、特に1点だけちょっと補足で申し上げますと、20ページでございますけれど、先ほど一番最初のペーパーで申し上げました通り、病児病護児保育というのがですね、いろいろと市議会でも課題としてご指摘いただいたんですけど、なかなか具体的に取り組めなかったんですけど、去年一生懸命いろんな調整をした結果、ご協力いただける小児科委員というのがございましたので、その小児科医院のご協力のもと、医院併設型の病児・病護児保育施設の整備、これに取り組むということでございます。県央地区では初というふうに理解しております。それ他にもいろいろと丸心マーク、丸角マークいろいろと書いてありますので、それを後でご覧いただければというふうに思っておりまして、先ほどちょっと飛ばした、ちょっと分かりにくい